あなたを殺人罪で逮捕します。え？地球外宙に移ってからの犯罪捜査の難化に伴い、早期逮捕早期裁判が可能になる法案が本日より施行されます。間抜けずらめ。昨日漫画読んでて夜更かししちゃったんですよ。どんな漫画を読んでたんだ？え、普通の漫画だよ。なんじゃ怪しいな。その普通の少女漫画です。ん？それは恥ずかしいことなのか？なんじゃ、ひさこは恋愛とか興味ないふりして実はキュンキュンしておったのか。想像してる相手は誰かの？想像してる相手とかいないです。それよりそろそろ依頼人のとこに行く時間だから。連行。え？警察？何の用だ？ひさめさん、あなたに殺人の容疑で逮捕状が出ています。は？あ？署にご同行お願いいたします。え？何を言ってるの？殺人？どういうこと？夢？嘘？え？何意味不明なこと言ってんだよ。間違いでしたじゃ済まねえぞ。公務執行妨害に当たりますよ。ずいぶん上からじゃねえか。事実を言ったまでです。これ以上は。影、やめて。あ？大丈夫。きっと話せば分かってもらえるはず。いざ。厳しい取り調べ。昨夜あなたはコンビニに寄った帰り、三丁目の路地裏に行きましたよね。そこでホームレスの被害者を殺害した。私はやってません。ですが死亡推定時刻にあなたはコンビニの防犯カメラに映っています。コンビニには寄りましたけど、他の監視カメラは？路地裏の防犯カメラは電気を通されて破壊されていました。あなたは電気が使えますよね？それだけで。とにかく私はやってません。もう一度ちゃんと調べてください。ではもう一度、家を出る前の下りから。もう何度も説明したんですけど、もう一度しっかり記憶をたどってください。私本当に。いい加減にせえ。もう本当のこと言えや。ホームレスもてあそんで殺して恥ずかしくないんか。お前が殺したホームレスにも人生があったんだぞ。本当に私やってないんです。怖がってるじゃないですか。やめてあげてください。はっ。私はひさめちゃんの味方だからね。ありがとうございます。私本当に。だから私にだけは本当のことを教えて。え？今の自白を引き出すためのお芝居？職場や学校に影響。ひさめが逮捕されたらしいぜ。マジ？何の罪？さあ、でもあれじゃね、あいつ変な能力持ってたしさ。ちょっと、あんたたち。ヒサがなんだって？いや、別に。弁護士を雇う。なるほど、ホームレスが殺害されて、その殺害方法と証拠隠滅の方法から彼女が犯人だと。むちゃくちゃすぎる。本来もっと証拠がないと逮捕状なんて出ないんですがね。ヒサメは大丈夫なのか？起訴されたら厳しいですね。日本では訴訟を起こされたら 99.9% が有罪になるんです。そんな。この事件にはおかしい点が多い。やれるだけのことはやってみます。お願いします。独自に動く。逮捕じゃ逮捕じゃ、ヒサ君は犯罪者じゃ。ちょっと黙れよ。てめえ。わしは貴様の悪魔じゃ。わしも貴様もお互いに危害は加えられん。影千代、ボティスに構っていてもしょうがない。それにボティスもボティスでヒサメを心配しているさ。心配などしとらんわ。今はヒサメの助けになるような証拠を探すのが優先だ。ああ、なんじゃあいつ。あいつ今俺らを見て逃げたよな。うん、シディ追ってくれ。何すんだ！お前、ホームレスの殺害事件に関わっているだろう。はあ？そうだよ、関わってるよ。ずいぶん素直に白状しよったぞ。俺は検察官の補佐！検察事務官なんだよ！検察事務官？
何のつもりか知らねえけど、俺は事件についての現場写真を撮りに来たんだ。邪魔すんなら警察呼ぶぞ。そうだったのか。それはすまん。無駄足だったの。供述調書。そろそろ本当のこと教えてくれる？ホームレスの人に少しちょっかい出しちゃったんでしょ。もう何時間も同じこと。うなずいちゃえば楽になれるのかな。あとね、また新しい証拠が出たのよ。え？路地裏で久美ちゃんの頭髪が発見されたの。これは決定的な証拠になるわ。そんな、なんで？久美ちゃん、ねえ、認めて。認めてくれた方が罪が軽くなるのよ。もう現場に証拠がある以上、久美ちゃんの嘘は決定的なんだから。認めれば早めに出てこれて、影千代くんとシディくんにも早く再会できるのよ。私、もしかしてやったの？警察の人が間違えるなんてあり得るの？私が間違ってるんじゃないの？というか、もうやったって言っちゃって楽になりたい。私やりました。ありがとう。その勇気に感謝するわ。じゃあこの供述調書にサインしてね。はい。司法。叫んな。有罪だと。ヒサメが殺人などありえん。シディ、悪い。俺犯罪者になるわ。一人ではさせんさ。ヒサを、ヒサを返せよ。まだ生きていたいならヒサメを渡せ。な、何をする気だ君たち。私たちは司法の番人だぞ。警察、警察を。やめて。え、な、ありがとう二人とも。でも私、二人が犯罪者になったら耐えられないよね。だからお願い。なこと言うなよ。せめて助けてと言ってくれれば。私は大丈夫だからさ。こうしてヒサは刑務所に入った。